はいどうも SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2024年3月発売予定のガチャガチャ紹介パート2を皆さんと一緒に共有していきたいと思います。まずは食品系のガチャガチャから見ていきましょう。こちら TCP マリオンクレープアクリルキーチェーン1回300円のガチャガチャです。マリオンクレープさんね、いろんなメーカーさんからちょこちょことね出てるんですけども、今回はアクリルキーチェーン、写真なのかな、写真だとねミニチュアのクオリティがとかね、そういうところは心配しなくてもいいので、常にね美味しそうなクレープが見れてね、これも可愛いなと思います。はい、続いてはレインボー台湾のごちそうミートアップブランチコレクション1回500円のガチャガチャです。台湾ってさ、やっぱ屋台のイメージがあったんですけど、SHさん、いやこんなに美味しそうなね、なんかカフェメニューらしいんですよ。一見何の料理かさっぱり分かりませんけど、この画像で確認できるのはイカとかなんかカツとかがなんかあるのかなっていうところ、奥になんか鶏肉っぽいのもありますけども、ただこの彩りが綺麗ですからね、もうこれだけでもめちゃくちゃ美味しそうに見えちゃいますよね。そして続いてもレインボー台湾のスイーツミートアップデザートコレクション1回500円のガチャガチャです。先ほどのブランチが出てきたということは、デザートも出てくるよねという考えなんでしょうか。やはりね、同じくレインボーさん手作り感満載でございます。見てこのいちごが積み上がってるところ、これ狙いたいよね。手前のこのブルーベリーとかパンケーキ、この辺もめちゃくちゃ美味しそうだしさ、これちょっと見逃せない。ただちょっとね、1回500円で高めなんですけど、500円回す価値があるんでしょうか。見つけたら開封動画でアップしていきたいと思います。はい、続いてもレインボーリュウジのバズレシピミニチュアコレクション1回500円のガチャガチャです。リュウジさんめっちゃ人気だよね。SH さんの周りでもこのバズレシピ見てね作ってる人もいるんですけども、今回のラインナップで一つ気になったのがね、この至高のオムライス。いやこれ前回オムライス兄さんのガチャで出てたオムライスじゃないってね、ちょっと気づいちゃったんですよ。この皿の黒い感じといいね、非常にちょっとね見た目は似てます。なので回すとしたらこのオムライス以外を狙ってね、納豆パスタとかをねちょっとゲットしてみたいなと思います。そしてレインボー縛り最後は1分の1グラサージュムースマグネットコレクション1回300円のガチャガチャです。グラサージュムースを知らない SH さん、ただ見た目がめちゃくちゃ可愛いっていうのだけは分かります。1分の1ってことはね、もうまんまってことですよね。まんまムース、しかも今回マグネットですからね、水平で飾りたいのにあえて壁につけてしまう、そうすることによって上からの視点で楽しめるというね、楽しみ方もありますのでね、ちょっとこれも見つけたらね回してみたいなと思います。はい、続きましてエールタピオカドリンク1回300円のガチャガチャです。いやこれも可愛いね。中のねタピオカのこの感じ、どんな感じか気になりますね。あと蓋は開くのかなとかね、そういったところもちょっと見ていきたいですよね。続いてもエール板チョコスクイーズファクトリー1回200円のガチャガチャです。これ見てください。チョコレートのスクイーズだけじゃなくて、外側のパッケージまでついちゃってんの、このアルミっぽいところもね。SH さん的にはね、スクイーズだけっていうとなかなかね回さなかったりもするんですけども、ちょっとこういう細かいところがついてるとそそられるんですよね。しかも1回200円ってめちゃくちゃ安いですね。今回大きさも結構ありそうなんで、スクイーズとしても遊び応えがありそうです。はい、続いては JDREAM ミニチュアコンビニ飯マスコット1回400円のガチャガチャです。 JDREAM さんお得意のねコンビニシリーズですけども、なんかやっぱね従来のものと比べるとちょっと控えめな感じがしますね。1回400円でね値段もちょっと上がっちゃってるんですけども、ただラインナップ的にはね SH さん結構好きですね。この中であんまり見たことがないのはお稲荷さんプラスおでん、このセットなかなかいいかもしれないですね。以前もこういうシリーズでねコンビニ弁当とかよく出てましたから、せっかくだったらあんまり見ないようなミニチュアをね、ゲットできればいいかなと思います。続いてはトイズスピリッツミニミニカップ麺&カップ焼きそばマスコット51回300円のガチャガチャです。このシリーズめちゃくちゃ好きです。この焼きそばのね中身とかもちゃんとこう開けられて、かなり細かい造形になってるんで、そういうところもねちょっと一つ一つ見ていきたいですね。はい、続きまして JDREAM 至高の一本洋酒マスコット21回400円のガチャガチャです。この木箱に入ったウイスキーとかワインとかめちゃくちゃいいですね。SH さん的にはウイスキー、ワイン、シャンパン、この辺をね飲んだりはするんですけども、なかなかブランデーまではねいかないんでね、よく飲むねこの3つを狙って回していきたいなと思います。はい、続いてはトイズスピリッツスーパーのチラシチャームマスコット2、 1回300円のガチャガチャです。出ました。1の時にこれ回せなかったんですよね確か。そうこうしてるうちに今回もう2が出てきました。いや今回絶対見つけてこれ回したいです。もちろんチラシのガチャガチャですからチラシがありつつの横にタイとかブドウとか肉とかアイスとかねジュースミニチュアがついてるということで、これがめちゃくちゃ欲しい。もう組み合わせのセンス抜群ですね。今回はリベンジしていきたいと思います。続いてはバラエティ系のガチャガチャを見ていきましょう。こちらブライトリンクペアホテルキー昭和ロマンシリーズ、1回300円のガチャガチャです。ホテルキーシリーズめちゃくちゃいいよね。 SH さんの今ね鍵にもちゃんとついてますよ。今回はペアホテルキーということで2つに分かれる。カップルでねお互いに1個ずつ持ってもいいと思いますし、何回か回していろんな組み合わせも楽しめるということで、これもなかなか面白いガチャガチャですね。続きましてトイズキャビンメロディオン&アンデスコレクションプラス、1回400円のガチャガチャです。これあったね第1弾もねえ、これ回せなかったな第1弾。これももう気づいたら第2弾出ましたね。あ、第2弾というかねプラスです。何がプラスになったかっていうと、第1弾のラインナップに一部新色を追加してると、ある意味再販に近いガチャガチャだとねちょっと思いますので、見つけたらね回してみたいなと思います。続きましてトイズスピリッツレトロポップチューリップランプマスコット2、 1回400円のガチャガチャです。なんかすごい言いにくかったなこれまあ可愛いのがまた来ましたよ。まあ、前回パート1の時にもねレトロの鳥の水差しとかもね紹介しましたけど、今回もこのレトロシリーズチューリップランプです。まあ、そういうねレトロを組み合わせて一つのこうねミニチュアとして飾ったらめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思います。今回は指で押すと光るギミックもついてるんで、ちょっとした遊びもできそうですね。続いてはブライトリンクサウナスキーアクリルカラビナコレクション、1回300円のガチャガチャです。このカラビナ結構かわいいですよね。サウナ系のガチャガチャたくさん出てますけど、今回の形好きですね。この中だったら温泉マークのやつかカタカナの「サ」のやつ、この辺を狙ってねちょっと開封動画で開封していきたいなと思います。続いてもブライトリンクレトロサインチャーム2昭和ロマンシリーズ、1回300円のガチャガチャです。ミニアイコンチャーム付きっていうことでね、この見てください。ちょっとこうコーヒーの絵だったりカメラだったりケーキだったりいろいろこう可愛いのがねちょっとついてるんですけども、昔ながらのねフォントであったりとか色合い、これがまた素晴らしいですね。これもやっぱり鍵につけるとすごく可愛いんじゃないかなと思います。続きましてウルトラニュープランニング米のぼり、1回300円のガチャガチャです。これすごくないですか。ぶっちゃけどこで使うんでしょうかねこれでもね食品系のガチャガチャたくさん出てますし、確かね今月かな、まあ、2月発売だったと思うんですけど、お米のガチャガチャそれに合わせてもいいんじゃないかなと思います。でお米って言いながらこうフルーツ発売中とかもねありますから、おもしゃとか取ってる方いいかもしれないですね。はい、続きましてレインボーリアル重量合金手榴弾、1回200円のガチャガチャです。すごい名前だね。すげえ強そう。ミリタリー系好きの方はねこれ回さずにはいられないんじゃないでしょうか。形はシンプルなんですけど、重さがあることでかなりねリアルさが出てるんじゃないかなと思います。1回200円なんでね結構手頃に回せていいんじゃないかなと思います。はい、続いてはファンボックスカラフル中華ネオン風キーホルダー、1回300円のガチャガチャです。これもなかなか珍しいですよね。料理の名前が、まあ、デザインになってるんですけど、パッと見ねおしゃれすぎてね何が何だかねわからないのが逆にいいですよね。この中だったらタイガーチャーハンがいいかな。続いてはエールプラグで点灯コンセントライト2、 1回300円のガチャガチャです。これ1の時バズってたよね結構。なんかいろんな YouTuber さんのね動画で見たことあります。 SH さんもね回そうかなと思ってたらもう時すでに遅しでもうなくなってましたね。今回は2がね早くも出てくれましたんで、見逃さないように回していきたいなと思います。はい、続いてはアニマル&キャラクター系を見ていきましょう。こちらスタンドストーンズアニマルアトラクション飼い猫商事メーカー犬まんじゅうさん春の装い1回300円のガチャガチャです。めちゃめちゃタイトル長すぎこれ。でもめちゃ可愛い。これ見てください。水まんじゅうみたいなやつすっげえプルプルしてそうですよね。でもこの体に対して目のさこの小ささとかたまんなく可愛くないですか。お気に入りのねお菓子ガチャと一緒に並べるとかなり映えそうなのでこれも楽しみです。続いてはクオリアスキマハムスターマスコットフィギュア1回400円のガチャガチャです。 SH さんハムスター飼ったことないからねちょっとわからないんですけどハムスター隙間入っちゃうのかしらね。覗いてこの状態だったら可愛いかもしんないね。だきっとね開発した人はこれだと思ったんじゃないでしょうかね。続きましてレインボー本当の粘土で作った埴輪1回400円のガチャガチャです。埴輪好きな人結構多いよね。SH さんの周りでもね何人かいるんですけど埴輪好きはもうほんとたまんないんじゃないですか。まあ、レインボーさんが作るだけあってね1回400円でかなりのクオリティになってるんじゃないかなと思います。続きましてエールつぶらな瞳のお惣菜ぬいぐるみバッジ PM12 時1回300円のガチャガチャです。餃子かわいい。餃子とエビ天がめちゃめちゃかわいいね。今回バッジだからさそんなに大きくなさそうだよね。だけどそのサイズ感が SH さん的にちょうど良かったりもするのでこれちょっと見つけたら回してみようかな。続いてもさっきの続編ですね。つぶらな瞳のお惣菜ぬいぐるみバッジ PM5 時1回300円のガチャガチャです。このラインナップもいいですよね。メンチカツかアメリカンドッグシューマイも可愛いしね。これどれも可愛いね。あえて一つのガチャガチャに詰め込まないっていうところもよく考えられてますよね。続きましてウルトラニュープランニングチーバくんラバーボールチェーン1回300円のガチャガチャです。出ましたチーバくん。千葉県のキャラクターですね。知ってますよ。なんかね群馬ちゃんのやつもね出る気がしたんですよね。まあ、今回はチーバくんですけどもこれ横以外千葉じゃなくねって思っちゃったんですけど気のせいですかね。まあ、間違いなく横向きのチーバくんが欲しいかな。はい、続いてもウルトラニュープランニングあざ印乳業のらしーちゃんドリンクらしいマスコット1回300円のガチャガチャです。これすごいよね。中学生が考えたみたいですよ。かわいいね。ちゃんとなんかコンセプトがある。何ヨーグルトから生まれたアザラシらしいらしーちゃん今日も自分らしい飲み物を探してるらしいですって、ね、いろんな飲み物に入っちゃってんのね。いやこれ人気出てほしいな。めっちゃかわいいね。もちろん SH さん見つけたら回して紹介していきたいなと思います。続いてもウルトラニュープランニング雪まんじゅうシマエナガプルルンマスコット1回300円のガチャガチャです。出ました大人気のシマエナガシリーズ。今回は雪まんじゅうと一緒になっちゃったのかなこれ。まあ、全体的にもちろん可愛いんですけどもあえて黒糖のこの白い目のタイプがちょっと気になりますね。続きましてアミューズワンちゃんの指輪1回300円のガチャガチャです。これさリアルなだけあって首だけってちょっと怖くないですかね。真顔のワンちゃんのシュールな指輪ですって書いてあるんだけどさこれなんともコメントしづらいよね。なんかまあ人それぞれ見方の問題っていうのもねありますからね。まあ、可愛いと思ったら是非ね皆さんちょっと回してみてください。そして是非ね回した方はね感想もね教えてもらうと助かります。はい、ということで今回は2024年3月発売予定のガチャガチャパート2を紹介してきました。皆さん気になったガチャガチャはありましたでしょうか。まあ、SH さんはねやはり食品系の特に今回レインボーさん多めに紹介しましたけどもクオリティがねかなり高そうなガチャガチャいっぱいありましたんでその辺をまた狙ってね開封動画で開けていきたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。